はい、テッシーです。ファイナルファンタジー続きをやります。蛇の道の途中、途中ですね。これ左、これ大丈夫なのこれ。おー、いけそうですね。怖いな。ここはいけないと。いけるのこれ。はあ、はあ、そういうこと。ここで落ちて、ああ、取れましたね。よかった、よかった。おお、グリーンベレー、ありがとうございます。これはね、HP が上がるという優れものですね。確かそうですよね。何にも書かれてない。アイテムでちょっと整頓してあげて、HP が少しアップしますと。これが 10% でしたっけ。まあちょっと上がるちゅうものですね。まあ少しでも上げておくに越したことはないんで、いきましょう。ここでもう蛇の道に戻るのかな。ここエンカウントしないっすね。あ、そうですね、戻って、あ、もう最後ですね。で、話に聞いた町村に行くと。ここどこっすか。あ、違う、港町ニケアって言ってたじゃんねっていう。サウスフィガロへの定期船です。ちょちょ、まだまだ町で買い物する。で、サウスフィガロに行けばもう終わりっていうとこですね。確かそんな感じだったと思います。ニケア、いいね。ちょっと情報を集めましょう。レテ川下流の小屋に変な親父がいたろ。13年前にあの男の子供を取ってやったんだよ。え？でも出産に立ち当たったのがまずかった。出産場面の凄まじさと母体の死で気が動転しての、赤く染まった赤子を化け物と勘違いして捨ててしまったのさ。もう生きてないだろうね。どんだけ精神弱いんじゃっていう。ねえ、お兄さん、私と一緒に飲まない？おお、ほほほほ。え？なななな、な、何を不思議だな。そこに直で。お堅いことなしよ。楽しもうよ。ほら、谷間。どういうことやねん、谷間って。あ、谷間、そう、そういうことか。谷間って。たたたたた、谷間。カイエンさん、免疫なさそうだからね。なんだこのセリフは。お主は平気なのか。禁欲生活長かったからね。これも修行の賜物ってこと。答えになってるのか、これは。ごちゃごちゃ言ってないでねーって。こら、お主、おなごというのはな、恥じらいと慎みを持ってじゃな、うんちくうんちくと。まあ、それ分からなくもないね。まあまあまあと。確かに。わからなくはない。昔は南の大陸への船も出ていたんですよ。センアルブルグマランダ、いずれも帝国に滅ぼされて。ああ、帝国に滅ぼされた町を教えてくれて、教えてくれたと。異国の品もあるのかい。俺に聞くな、俺に聞くな。でもいますよね、そういう人。なんか急に声かけてくる人。今ここは陸の孤島だからね。船じゃないと他へ行けないよ。ところで兄ちゃん、孤島って何？まあ孤島ですわ。こんなガキが商売やってるなんて感心だろ。ああ、そうなんだ。少しでもそう思ったならば何か買っていきな。マジですげえ頑張ってる。フェアリーリングは何？暗黒毒を防ぎますと。星のペンダントの上位互換か。これとこれを足したのが1個でできるっていうことですね。いや、いらんすね。すまん。本当に欲しいものだけ買うタイプなんでね。あ、ここでも売ってると。まあ変わらんすね、あんまり。めちゃめちゃ売ってる。こういうとこね、毎回 RPG で言ってるんですけど、こういうごちゃってしたのも好きなんすよね。なんかいろんな店があるみたいな、フードコートみたいなね、ほんと好きだわ。黒どうする、これ買っとく。いや、でもいいわ。
いいわ。必殺技で行くわ、俺。言った通り。僕には、ちょっとポーション買っとこうぜ。ポーションの減りが異常なんすよね、なんかね。うわ、金なくなったわ。昔はこの町から海岸伝いに北へ行けるんじゃが、今は崖崩れで通行止めじゃ。はあ。お、誰かいる。ちょい、おい。あ、来た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 。ガラクタばっかに見えるか。え、どういうこと。これチョコボだと。どういうこと。あ、これこっちに来たってこと。下から来たってことか、こいつは。ここは宿や。そんな歩きました。ニケア、お、これはあるでしょ。ほら来た。時計はだいたいなんかあるのよね。なんかエリクサーが当たり前すぎて、そのありがたみがね、感じられなくなってる自分がいるのにびっくり。こっちは特にないと。ごちゃってしたのもいいっすよね、やっぱり。あとは、ドマの、じゃあ東の国ドマも帝国の手に落ちたんですってと。あ、これで終わりですか。あ、まあパブのちょっとしたハプニングバーみたいな感じでしたけれども、じゃあ行きましょう。はい、乗るということでよろしいかと。いいね、この船の感じ。なるしは目と鼻の先でござるな。兄貴たちは無事ついているだろうか。心配なさるな、優しい海縁。ガウ。シナリオを選んでくぽ。いや、もう残り一つじゃんって。一番ね、まあ楽しみにしていたシナリオ、まあちょっとやりごたえもあるところですね。サウスフィガロの帝国軍の足止めに成功したロックだが、その厳しい警戒の前に逃げ道を失っていた。もうダメじゃんっていうね。だからあれからですよ、リターナ本部に攻め込んできたところを足止めを成功したけれども、ちょっと警戒を前に行き場を失っている。くっそー、早くナルシーに行かなきゃという状態ですね。じゃあどうしましょうかと。ロック弱えな。ここで買っといてあげたから、このアイアンヘルムで、エアナイフもどっかで手に入れたと。ここで頑張るしかないですね。アクセサリーなんかあります？いや、微妙っすね。で、ダッシューズがない。そうか、そうか。ちょセーブしましょう。確かここセーブポイントありましたよね。よしよし、一旦セーブしよう。戻ってこれるように。まさかのシナリオまたぎは嫌だからね。見つかっちゃうとダメなので、ここから行くしかないと。で、窓アーマーがいると。どこで、こっちでしたっけ。こっからか。ここの下から行けたんでしたっけ。あら、僕のおじいちゃんは昔来たのを、でも今は商人しか通しちゃダメって言われてるんだ。そうか、商人の格好をしないとダメだと。そういうことですね。ここでロックのその技が光りますね。道具屋はあると。アーマー兵には気をつけて、話しかけたら即殺されるわよ。道具は売ってると。ここはないと。お前は悪名高い泥棒ロックだな。おっと、トレジャーハンターと言ってくれ。なんだこのやりとり。商人で盗むと。
マインゴーシュ盗んだ。ついでに服を盗んだ。あーらよっと。ということで、ちょっと小さいけど、まあいいか。商人の格好、裸、逃走。これで商人の格好になれたと。まあいった。マインゴーシュって装備できる？できるね。でも攻撃力下がるね。回避率と素早さが上がると。いろんなものもあるざんすな。これで下に行けるはず。商人さんだね、通っていいよみたいな。一回サウスフィガロの来た時にね、ちょっといろんなとこ行き来しましたから。ほらはね、よしよしよし、これで通って金持ちの家に行けば、あれあれ、違う違う違う、こうじゃなくて、これはなんか弱い兵士いるんですよ確か。この上だったかな、色違い兵士が いると。緑、黄緑がいて、そいつからまた盗むんですよね、戦闘服。いた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 、下級兵士、下級戦士みたいな。下級戦士から盗めない。攻撃は当然してくる。商人よりかはちょっと強いですね。ポーション盗んだ、ついでに服を盗んだと。あーらよっと。まあロックならではですね。まあ逃走するしかないっすねと。これで通れるようになるのかな。どこだったかな。なんか情報を聞き出すんでしたっけ。また商人に戻ったような気がしないでもない。一応話してみますか。今頃は別動隊がナルシェに向かっているはず。すぐ合流するぞ。はい。いやいや、そういうことじゃない、そういうことじゃないんすよ。どうでしたっけ。この人、え、違うね、絶対やばい。この人は手入れしてる。偉いね、ケフカの野郎が。そろそろナルシェを攻撃する頃だな。もっとも目の前ではケフカ様と呼べないかな。うわー、ケフカやっぱりダメね。こいつか、時間か、すまんな。あ、こいつか。時間じゃない、俺も行く、俺も行く。パブ、パブか、酒か。これは売ってくれると。兵士でも売ってくれると。下級兵士も行く。あれ、確か下宿屋とつながってますよね。あれ、あー、ここですね。下級兵士でも楽しみたいんじゃと。あの有名な女将軍が帝国を裏切ったらしいぜ。この町のどこかに閉じ込められているって話だぜ。女将軍、しまった、北の屋敷の地下の抜け道の見張りの時間だ。もう説明くさい。いいや、ここまで来たらやめらんねえ。いいね、このノリ。どうせケフカの命令だろと。北の屋敷には2つ抜け道があるって聞いたぜ。1つは町の外へ、もう1つはどっかの家だって。ほうほうほう、北の屋敷、どっかの家。ああ、そっか、さっきの家か。あ、いた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 。こいつこいつこいつだ。こいつが酒ですね。なんでい、俺の酒を盗みに来たのか。えい、こそどろめえと。これでまた商人になると。
羽付き、おお、なかなかいいね。これで酒を持ってってもう一回昔北の屋敷に勤めてたところの親父さんのところに戻ります。でこれ酒を持つと、じいさんの酒を手に入れたと。いいね、スムーズに進む感じ。これちょっと話しかけたらどうなるかわからないんで、怖いんでやめます。はい、これどうなるかなと。ダッシューズなくてすんませんね。ちょっと買っとけばよかったですね。ここで買いましょうか。そしたら買いましょう。ちょうどギルがなくなったんで、よし、これでよし行こう。これでサクサク進めますね。で来た道を戻って、じいさんに酒あければいいのかな。これで、おお、酒じゃん、グビグビ。抜け道を知りたいじゃと。うむ、確かに北の屋敷には秘密の近道があるはずじゃ。下の階で孫に合言葉を言ってみ。合言葉は忘れたわい。あれ、え、ちょ待って、なんだっけ、合言葉は勇気みたいな感じだったかな。野原だな。マジか。ちょっと待って。いてててて、振り回しも、マジで。あのさ、野原って FF2 の合言葉だから、で、ちょ、野原にしたけど、勇気ってあったよね。勇気って言ってたのに、ちょっと自分を信じられなかった。ちょっと FF2 に引っ張られたね。くっそー。こう、勇気ってどっかで知られ、これね、多分知られないと思うんですよね。ちょっとそしたれば、もう一回やんなくちゃいけなかったんだっけ？やんなくてよかった気がする。ちょ待って。確かいけたような気がするけど、どうだったかな。あ、大丈夫ですよ。勇気。秘密の入り口。よかった。カットしようかと思ったけど、大丈夫でしたね。この野郎、グーだね。バカ野郎。FF2 やっとけ、お前は。ノバダだから、合言葉は。この言葉を覚えておきなさいって言われましたからね。女王様に。誰でしたっけ？もう名前忘れちまったよ。なんか普通の名前だった気がする。で、ここからってことですよね。無音。帝国軍がこの本を本部にしてしまって。帝国怖えな。ちょっと話しかけるのやめよう。で、ピューピュー、風が吹いていると。で、こいつが漏らしてたんでしょ？ああ、私はなんてことをしてしまったんだ。金に目がくらんで帝国に情報を流してしまうなんて。ねえ、ほんとよ、ほんと。怖いですね。で、一回来たことありますもんね。で、ちょっと曲が今度流れると。怪しげっていうか、まあ、イベント、ダンジョンが起こりそうな。ダンジョンが起こる。まあ、イベントが起こりそうな雰囲気だと。あいつ、見たことがある。帝国の将軍、確か。覗き穴ですかね。来ましたね。FF6 の屈指のヒロインというかね。裏切り者はこうなるんだ。帝国の英才教育によって人工的に生み出された魔導戦士。幾多の戦を切り抜けてきた将軍の女としての素顔を見た者は誰もいない。これ惹かれるわ。セリスですね。ありがとうございます。上昇将軍セリスも落ちたもんだな。めっちゃ笑い方いいね。弱者を力で踏み潰すお前たちほどとは思わんがな。何？
ケフカは東方の国ドマを毒を用いて皆殺しにする計画をしているそうじゃないか。うるさい。ボカッと倒れたと。チッ、明日はどうせ処刑されるんだ。今のうちにヘラズ口を叩いているんだな。しっかり見張れよ。はっ、三日三晩寝らずに見張ります。絶対見張らないやつ絶対見張らないやつが言う言葉っすよね。ロック、お前どこに隠れておるんじゃと。シュッと、まあさすがはトレジャーハンターといったところですかね。スースーもう寝てるって、三日三晩寝てるっていう。鎖を外してやるか、このまま眺めているのもいいか。いや外すわ、そりゃ外すわ。お前はリターナーに組するものロックちょっと言い切ってる。組するものって誰も言わんがな。なんだ組するものって。リターナー、そうか、私はセレス将軍だった。今はただの裏切り者。行くぞ。私を連れてか。いや無理だ、走ることができない。ね、ちょっとアピールして。ありがとう。だが仮にお前が私を連れ出しても守りきれるはずがない。それならばここで潔く死を迎えた方が。守る。セリスもちょっとなんかね、俺が守ってみせる。なんかちょっと守ってくれるよねスタンス。行くぞ。待て、脱出に役立つものをこの兵士が持っているかも。そういうとこはしっかりしてんのね。ポケットに時計のねじ回しがいただいておこう盗みは良くないな。いただいておこう。このさ、はいと言えスタイルじゃないところもいいよね。時計のネジを手に入れたと。うおお、カレーライスが食べたい。びっくりさせんなマジで。ちょっと本当にロック以上にビビったわ。せっかくなんでルーンナイトっていうんですがここもちょっと生きってるね。なんだよルーンって。装備しましょう。なんでヘアバンドだけ装備してたんだっていうね。ミス、あれ盾ないか。ちょっと買ってきます。ちょ、俺行ってくるかみたいな。ちょっと行ってきます。どうしますか。ここはもう知ら、あ、セーブポイントですね。セーブしましょう。盾変えたかな。ちょっと買ってきましょう。なんか宝箱で、こっちが抜け道だ。いやいやいや、お前のためを思って言ったんだが、ダメっすか。ダメっすね。盾なしですね。俺が守ってやるって言ったそばから。で、こっちがね、時計の針動いてないっていうことで、ネジを巻きましょう。お、動いた。行きましょう。あ、でここがもうダンジョンっぽいですね。そうっすね。エンカウントもするし、コマンダーもうがっつり見つかってますっていうね。で魔風剣、魔法も使える。いいね。まあまあ行きましょう。あ、そっか、そしたら盾ないんだったらガントレット行っちゃいますか。セリスね、せっかくなんで。破れかぶれ。なんか HP 減るのかな、コマンダー破れかぶれやったら。守備力が下がるとかかな。ね、ガントレット行きましょう。で、イヤリングも装備させてあげよう。これで攻撃力強いでしょっていうね。で、ケアルも使えるんでね。よし、じゃあ次回ここをサウスフィガロの地下を抜けたいと思います。動画の移動よろしくお願いします。